髪の毛ボサボサすぎる。こんばんは皆さん、今日はちょっとだけ配信します。15分ぐらいにします。やっほー、なんか今日いろいろあった。もう超疲れたんだけど、なんかさ、帰りのさ新幹線の中でほんとなんかね、あのお客さん、乗車されてる方がなんか喧嘩しだしたり、なんか後ろの人がなんか飲み物をなんかこぼしたり本当に今日新幹線でいろいろありすぎてもうマジで疲れた。大変だった。うん、あ、アルバムの情報が出ましたね。で大変だった。もうなんか初めて聞いたんだけど、あんなあのどう激怒、めっちゃ激怒してた。お怒りのお客様がいた。怖かったねえ。なんかしかもなんか後ろの人もさ、なんかこぼしてさ、なんか私の荷物のところまでなんか、え？来るの？みたいな感じで床に荷物置いてたからさ、え？やばい、え？私の荷物濡れたらどうしようと思って、えぇ？って思って避けたりなんか今日本当にいろいろあったんだけど新幹線の中で大変大変。災難だった。うん、はあ、何飲んでたんだろう、わかんないけど、なんかあの座席絶対なんかおかしかったと思う。喧嘩しだしたり、新幹線の中で喧嘩しだしたり、うん、こぼしたり、殴り合っててもなかったっけ。まあなんか他にもいろいろあって疲れたんです。今日はもう早く寝るぞ。アニメイトのサイン会当たりました。あ、見ました。サイン会を当たってる方がいらっしゃいました。見ました、おめでとう。でもさほんとになんかこういうついてない時って一気に来る気がする。なんかその一日に凝縮される気がする。めっちゃなんかその日一日めっちゃついてないみたいな、なんなんだろうねのこういうついてない日って。明日はいい日になりますように。重なっちゃいました、良くない言葉。
そういう日は寝ることに限る。いや、お母さんにも言われた。なんかさ、私がさ、なんかもう今日疲れたみたいな、なんかこういうことがあってこういうことがあってああいうことがあってと、なんちゃらかんちゃらでみたいな感じで言ったらさ、もうそういう日は早く寝なさいとか言われて、だから私がさ、何のために人間は考えて喋る口があるのって言って、今日は出会った出来事を愚痴ったらダメなのって言って、ダメですか、そうですかって言ってだ、全部その寝、もう早く寝なさいで片付けられるから、私の話を聞くっていうことはできないのって言ってリフジンじゃないよ、話を聞いてくれるだけでいいんだよ。私のお母さん大型です。なんか大型の人ってさ、なんかすぐさそう言ってくるよね。めっちゃ大型の人に悪いけどもうなんかすぐさ、なんか行動でさ全部済まそうとするよね。いや、私の話聞いてよと思って。いや、でも実際そうなんですよ。なんか A 型の人って話をちゃんと聞いてくれるんですよ。で、 O 型の人ってなんかいつも、まあ寝たらいいよとか言って話を聞かないんですよ。でもそっちがなんか話してる時は、私はああそうなんだねとか言って、うーんって聞いてあげてるのに私が言ったらあーもうそういう時はね、美味しいもの食べて寝た方がいいんだよみたいな感じで、すごいね、あの楽観視されて、へって思う。本当に B 型の人ですか。うん、なんかもう B 型の人はもうわからない、未知の世界もう未知すぎてわかんない、もうあの価値観が違いすぎてわかんないです。お話聞いてはいるんですか、大型さん。大型だけどお話し会申し込んでいい、私の話は聞いてくれるならいいですよ寝るか美味しいものを食べるかを提案しなかったらいいです。AB 型の人は、 AB 型の人はなんか話が面白い印象がある。うん、私ね、友達に B 型の人が本当にいないんですよね。いるかな、いないな。だいたい AB 型、A 型、 A 型と AB 型の人ばっかりなんですよ、友達が。 B 型とねなんかすごい深い仲になれたことがないんですよ大型の人も大型の人もそうなんです。なんかいつも結局仲良くなるのはなんか AB 型。なんかね、 B 型はね、 B 型の人はね、 AB 型って意外と多い意外と多いんですよね、 AB 型さん。
いやでもね、血液型で全てが決まるわけじゃないから、うん、もう私は一人で生きていきます。誰とも交わらずに誰とも交わらずに。もう我が道を行こう。大型だけど愛こじと写メ撮りました、ありがとうございます。なんかさ、私のファンクラブに、私のファンクラブのイベントに来た方で、なんか文句を言われてた方がいて、文句というか何というか、文句ではないですね、まあ、あんまり詳しいこと言えないんですけど、偵察みたいな感じで来るんだったら来ないでほしい。なんか楽しんで、そのなんか内容のなんか良し悪しとかじゃないんだよ、しかもそのあれがなんか偵察的な感じで、その人数偵察みたいな感じで来るんだったら来ないでほしい。今日もほんとスパイ行為やめてください。ほんとやだ。そうなんですよ、悪趣味すぎる。なんかその内容でね、もっとこうした方がいい、ああした方がいいとかって言われるならわかるんだけど、なんかそのどれだけいたかとかさ、なんかそういうさ、なんかカウント目的で来るんだったらさ、楽しむ目的で来ないんだったら、じゃあもう来ないでって感じだよね、本当に。口ではいろいろ言っても興味はあった。ひねくれすぎでしょ。なんなの本当に。変わった人だよ。ガチでそういう興味ならいらないからって思います、本当に。なんかそういう言葉一つでね、もう本当全てが台無しになったような感じでね、なんかもうイラつきがね止まんなくなるからね、やってらんねえって感じですね。どんな人が来る覚悟、もうダメだ、じゃあ私はもう向いてないな、じゃあいろんな人がいろんな人と会うっていう。だってもう嫌だもん、そんな自分がいいと思ってさ、私に興味があるって思ってさ、ヤッホーって笑顔をさ見せた人がさ、裏ではなんか人数カウンターみたいな、何のために来てんのって感じだし、
多分もう私今日口を開けばもうさ騒ぎ立てま騒ぎまくると思う。多分私はもうアイドル向いてない、向いてないです。もう性格が可愛くないからもう多分向いてない。もう多分私政治家とかになった方政治家とかになった方がいいかも。おじちゃんは突き放せない優しさを持っている。ああ、そのこと言われたら嬉しいですね。多分流せないんだろうな、いろんなことが。いろんなことをもう、あ、はいはい、こういう人もいるんだねーってさ、多分流せないんだと思う。なんか一つ一つに私が多分ね、ちゃんと向き合ってあげてるんだろうね。多分受け止めてしまうんだろうね。聞いてしまうんだよ多分。あ、こんなこと言ってる人がいるって言って、優しさがゆえにだよ。じゃあもうダメじゃん。真面目な人の方が損するじゃん。自分のことばっかり自分の好きなように考えて勝手に生きた方がもうそんなんストレスもたまらんし、そっちの方がいいやん。自分の可愛いだけ考えて、自分ただただ自分の、まあ、うまくいくこと考えて。もう私が何かを心配したって、何か悩んだって、何かその気に留めたって、結局もうその人の問題ってことですよね。無駄な心配、無駄なモヤモヤだったってことだよ。知らない、じゃあもう自分もう好きにしなよ。もうこっちが考えて損だよ本当。もういいや、もう多分もう今日は何言ってもなんか心乱れてるから、今日はこれで終わります。13位あんちゃん、12位こうたさん、11位けんけんさん、10位はるきんぐさん、9位ズーミンさん、8位あおたかさん、7位あんにょんさん、6位マグさん、5位ジャボテンさん、4位うりんちゃん、3位ウミガメさん、2位くじますさん、1位まさきさん、ありがとうございました。バイバイみんな、おやすみ、ありがとう来てくれて。